もう次っすか。意外になんかやからみたいな喋り方するな。おうおう、入りたまえ。岸尾大輔さんだ。合うな。キサちゃんがユニベールに来てくれてよかった。そうちゃん、めっちゃいい子や。ようこそお越しくださいました。月にこれめっちゃイケメンになっとうやん。月様だわ。月様言われとる。合格したら遊びに行きまくるんだ。すごいな、下心がダダ漏れだな。舞台出演料が出る。やります。それそれ、それを先に言ってくれ。勉強しながら稼げるってわけだ。最高やん。わっ、すっげえな、女じゃん。そこをバレた。え、めっちゃ美人なんですけど。え、柔らか、体すごいな。うん、座っているだけなのに、なぜか目を奪われる。受験生じゃないみたいだけど、誰だろう。めっちゃセクシー。では、今からダンスの試験を始める。はい。いけない、試験に集中しないと。受験生には本学生の模範演技を見ながら同じように踊ってもらう。時間は90分間、インターバルを挟みながら行う。わあ、むずい。初っ端からむずい。お手本は本学生の高階貞文くんだ。よろしく。あ、高階貞文くん、あのホームページで見てちょっと気になるなって思った子だ。この子か。もう次っすか。意外になんかやからみたいな喋り方するな。はあ、適当に引き受けんじゃなかった。何時間も踊りっぱなし。バイト代出るっつってもこれじゃ割に合わないわ。バイト代出てるんだ。高階、そういうのは承諾する前に言いなさい。もうすぐ交代の生徒が来るから。はいはい、わかりました。ただクォーツのアルジャンヌは安くないですからね。かっこいいな、高階くん。アルジャンヌってジャンヌのトップの。じゃあ女型のトップってことか。しかもクォーツのアルジャンヌって1年の時からアルジャンヌに選ばれ続けている人だろう。そうったい。めちゃくちゃ才能があるんだな。そんなにすごい人なんだ。じゃ手本お、ちゃんと見とけよ。はい。あ、なんかいい人そう、高階くん。すごい躍動感。それでいて指先まで神経が行き渡ってる感じ。ああ、すごいね。やっぱ踊りもできなきゃいけないし、歌もできなきゃいけない。もちろん演技力もいるって、やっぱ舞台の人はすごいな。これがクォーツのアルジャンヌ。うわ。はい、どうぞ。ああ、むずいよ、高階くん。え？やばい、見とれてた。振り付けを覚えないと。そうだね。できるかな。はい、終わり。うわ、ダメだ、立ってらんねえ。そんなに大変なんだ。でも舞台ってぶっ続け2時間ぐらいあるからね、体力ないとやっぱ無理なんだな。あんなのついていけねえよ。キサちゃんも頑張ったな。もっと体力つけないと。ご苦労さん。わあ、いい人だ。ではこれから歌唱の試験、それから面接と続くので、呼ばれるまでホールで待機していてください。了解です。わ、すごい、試験は何時間もあるんだろうね。ホールに行かなきゃ。あー、頑張り屋さんだ。ホールって向こうだ。あ、誰だ。え、ホール、ありがとう。おい、あれってクォーツの。クォーツのジャックエース、むつみかいだ。あー、ジャックエースってことは男役でナンバーワンなんかな。ジャンヌのトップがアルジャンヌだから、ジャックエースはジャックのトップ。めちゃくちゃ絵が綺麗だな。おい、立花、ダンスどうだった。なんかもう俺やばいかも。
鈴くん発声練習してたから次だよそれ役立つの。あ、ホールの場所を教えてくださってありがとうございました。お、むつみかいくんはいい子なんだろうな。ん、ああ、あなんか不愛想な感じだけど優しそう。今のってクォーツのむつみかいさんじゃね。うわー、めちゃくちゃかっけー。すずくんの憧れの人なのかな。ダンスはアルジャンヌの高階サラフミさんだろう。クォーツのジャックエースとアルジャンヌが一度に見れるなんてついてるよな俺たち。なんかうまくいきそうな気がする。ダンスはボロボロだったけど、まあまあこっからね挽回できるから。クォーツのジャックエースとアルジャンヌ、クォーツ、月兄もクォーツだった。あ、そうだ。なあ橘、ん、どうしたの。受かろうな俺たち。うん、わあいいな、なんか親友って感じがするわ。ふみ、あ、仲いいった。なんだ交代の学生ってカイのことか。休日にアルジャンヌとジャックエースが揃って、まったくクォーツは暇だね。さっきいた赤髪の受験生、ジャックに良さそうだ。お、よかったじゃん鈴くん。ああ800番。ひどいもんだね、ガキの盆踊りの方がマシだあれ。ボロクソ言われとる。初めは誰でもそんなものだ。そうだよね、これから全然学んでいけるから。お前が言うと説得力あるわ。昔はできなかったのかな。ただパッと目は引くね、ダントツで目立ってたから、良くも悪くも。もう一人いたな。え、キサちゃんのことじゃない。ああ、796番でしょ。つうかあの子、何何、立花先輩に似ている。あ、やっぱ兄弟やけんね。ああ、立花先輩ってことは二人にとって先輩だから絡んだことはあるのかな。名前は。さあね、江西さんに聞いてみれば。そっか、でその憧れてた先輩がいなくなってこの二人も心配しとうのかな。わかったなあカイ。ん、あの子らさ、クォーツに入ったら面白そうじゃね。え、入れてくれんの。そうだな。ああ、1ヶ月後。お、合格発表か。4月5日。合格したんだ。ああ、よかったねキサちゃん。本当に合格したんだ。ああ、よかった。自分がユニベールにいるなんて信じられない。今日からユニベールでの生活が始まるんだ。ああそうだね、夢にまで見たユニベール。なあお前、クラスなんだった。俺オニキス。僕ロードライトだ。なんか名前がかっこいいな。クラス1組2組とかじゃないんだ。そうだ、どのクラスになるのか確認しないと。キサちゃん。あ、え、誰、やめてちゃん付けバレるから。あ、すみません、そんなはずは。めっちゃ綺麗だな、イケメンが来たよ。あ、そうちゃんかい君ひょっとして。そうちゃん、いつも演劇ごっこしてたヨナガ宗志郎くん。やばいやばい、バレた。チクられるかな。本当にキサちゃんなの。そうです。久しぶり、そうちゃんもユニベールを受験してたんだね。うん、ずっと夢だったから。いや、びっくりしてるよね多分そうちゃん。あれ、でもキサちゃんはどうしてここに。それが。あ、あ、お前立花。あ、すずくん。え、あ、織巻くん。あ、友達が増えた。おお、お前も合格したんだな、おめでとう。いいやつだな織巻くんも。やっぱ運いいな俺たち。あ、引いてる。陽キャの圧に引いてる。お、立花の知り合いが。うん、幼馴染です。あ、僕たち幼馴染なんです。へえ、
幼馴染が揃って合格なんてすげえな。俺は入試で一緒だったんだよ。そういやクラス分けもう見たか。向こうの掲示板に貼られてんだろ。あ、ここの3人バラバラになるんかな。ううん、まだだよ。僕も。俺もなんだよ。ユニベールってクォーツ、オニキス、ロードナイト、アンバーの4クラスに分かれてんだよな。クラスごとに特色も違うんだよね。そうなんよ。クォーツはクラステーマが透明なだけあって、まだ色がついていない演劇未経験者が入ることも多いクラスだよ。そうなんだ。じゃあそこがいいな。オニキスは舞踏が強いジャック中心のクラス。反対にロードナイトは歌唱に力を入れているジャンヌ中心のクラス。アンバーは才能がある個性的な生徒が集まるクラス。今一番強いクラスじゃないかな。なんでその言葉濁したん。不安になるやん。見た目だけで言うと橘はロードナイトっぽいな。俺は体を動かすのだけは得意だから、歌や芝居よりもダンスで活躍できるオニキスが向いてっかも。でもダンスできんかったって言ってなかったっけ。そっか、まあまあまあオニキスがいいのね。僕はクォーツがいいな。あ、希望はそれぞれ違うんだ。わかる。なんで鈴くんさっき違うやん言ってること。実は俺クォーツにいた伝説のジャックエース橘月に憧れてユニベールに入ったんだよ。月にに。だから橘月と同じクラスに入りたくてさ。そっか、でも名字一緒やけん感づかれんかな。あれ、そういやお前も名字が橘だよな。そうなんだよ。実は月兄の血縁者だってバレたら私の素性もバレやすくなるかもしれない。そうだね。でも下手に嘘をつくよりは。まあ確かに嘘には真実を1割ぐらい混ぜた方がいいらしいからね。本当だね、一緒だ。軽く流しておこう。作詞やな。もしかしたら遠い親戚とかかもしれねえぞ。よかった、鈴くん素直で。あ、ねえ、クラス分け見に行かない？これから自分たちのクラスに移動しなきゃいけないし。お、そうだな、行こうぜ。よかったね、キサちゃん、ほっとしてる。ありがとう、そうちゃん。あ、そうちゃん、守ってくれてるんだ。よかった、まだ何も事情話してないのに、優しいな。78期新入生クラス編成表。78期、僕たちのことなんだね。すごいな、78期も出たんだ。よし、クラスの確認しようぜ。ドキドキすんな。橘、あ、クォーツだ。全員。3人とも全員クォーツなん。なるほど、いいじゃん、仲間が増えた。おい、マジかよ、俺ら3人ともクォーツか。これから一緒に勉強して舞台を作っていくんだね。同期だね。よろしくね、二人とも。頑張ろうぜ。クォーツ、月兄と同じクラスで学べるんだ。わあ、よかったね。1年クォーツの橘キサさん、1年クォーツの橘キサさん、至急校長室までお越しください。あまり大きな声で橘って言わないで。なんかバレそうで怖いんですけど。私とちょっと行ってくる。行ってきます。すごい。合格おめでとうさん、成績も良かったみてえだな。スカウトした甲斐があったぜ。ありがとう。なんだっけ、チューザさんだっけ。いや、すごいな、これ校長室な。めっちゃいいとこに住んどうね。だけどこっからが本番だ。今から校長の俺が直々にお前専用の入学案内をしてやるよ。ありがとう。まずはじめに、お前が女だって知ってんのは俺とクォーツの担任江西六郎だけだ。江西六郎さん、なんかみんな名前が難しいな。あとはお前の幼なじみだな。ああ、全部調べられと。こっちも危ない橋を渡る覚悟はある。お前のことは多少調べさせてもらった。
まさかお前の事情を知っているやつが入学してくるとはな。まあ事情を知ってるやつを近場に置いて監視するっていう手もあるのかな。そのクオーツに一緒にしたってことは分かっているだろうが、他のやつらにお前が女だってことがバレたら退学だ。了解しました。まうちにはお前以上に女らしいやつはいくらでもいる。下手に男らしくする必要はないだろう。なるほどね。ジャンヌたちがいっぱいいるからか。男を装ってぎこちなくなるよりは自然体でいた方がいいということですか。そういうこった。次に他の生徒たちと信頼関係を築くこと。女だとバレることを恐れて閉じこもられても困る。舞台を作る上でも大事なことだ。あ、そうだね。コミュニケーション大事だよね。はい。あともう一つ、ユニベール公演で主役になること。すごいいろいろ言ってくる。もう女としてバレないってことだけでめっちゃ精一杯なんですよ。こっちめちゃくちゃいろいろ言うじゃん。ユニベール公演で主役？これは今話してもわかんねえだろうから、学校に馴染んでから詳しく説明する。了解です。簡単に言うと、常に良い成績を狙っていけってことだ。無能な奴を眺めて楽しむ趣味はねえからな。了解しました。ちゃんと有能になるように頑張ります。どれだけ大変かは時期にわかる。わかりました。あ、ユニベール鍵学校へようこそ。この物語の主人公であるあなたは、この学校の生徒であるための学年の最後に行われるユニベール公演で主役にならなくてはいけません。ほう。ユニベール公演で主役になるためには、それまで行われるいくつかの公演を成功させ、クラスとしても個人としても良い成績を収めていく必要があります。そのためには日々のレッスンが欠かせません。レッスンを行い、主人公を成長させましょう。それではユニベール鍵学校での学校生活をお楽しみください。そっか、コマンドがあるんだ。すみません、遅くなりました。おお、入りたまえ。岸尾大輔さんだ。合うな。あの人が先生？でも制服を着てる。確かこの人も攻略対象だったよね。校内放送で高らかに呼ばれていたね。初日から何か問題でも起こしたのかい？窃盗、強盗、過失傷害、恐喝、脅迫、銀行強盗。おお、よく言う。もうそれだったらここにはいないから安心してほしい。ものすごく口が回る人だ。次から次に言葉が出てくる。本当だね。その足で学校来るやつなんていねえだろ、クロ。かっこいい、高階くん。あの人、入学試験で模範ダンスを踊っていた高階サラフミさんだ。そんな肝ったまの座った新入生がいてもいいじゃないか、フーミン。この世はドラマが全て。フーミンって言われてんの、高階くん。で、おまわりが来たらどうすんのさ。差し出す。社会生活は法が全て。ひどい。すぐに裏切るじゃん。私はどうしたらいいんだろう。そうだね。お前たち一年が困っている。いい声だな。あの人はホールの場所を教えてくれた睦美海さんだ。海さん。おお、失礼、暑くなっていたよ。サンキュー睦美氏。よく喋るな。ひとまず君は空いている席に座りたまえ。はい。立花、こっちこっち。あ、鈴くんがいた。よかった、ほっとするわ。ここが空いてるよ。ありがとう、そうちゃん。では皆揃ったところで改めて僕から挨拶を。君は先輩じゃなかったかい？あれ、先生やったっけ。ユニベール78期生の諸君、入学おめでとう。透明なるクオーツへようこそおいでなすった。テンション高いな。僕はユニベール76期生で3年のネジコクト。ネジさん、ネジコクトさん。クオーツの組長兼脚本兼演出兼その他もろもろをやっておる。え、全部？え、そのここのリーダーでもあった脚本と演出全部やってんの？監督やん。つまりクオーツの舞台やストーリーの大枠は僕が作っていると言っても過言ではない。なるほどね。すでにご存知だろうが、ユニベールでは歌劇を学びながら各クラスごとに舞台を作っていく。ほうほうほう。1年生から3年生までみんなで協力してだ。なるほどね、全員でだ。舞台は順番に新人公演、夏公演、秋公演、冬公演、ユニベール公演の5つ。だいぶあるな。こ
校長先生が言っていたユニベール公演は最後の公演なんだ。君たちの初舞台は名前のまんま新人公演、1年生諸君が主役の公演さ。1年生でも舞台に立てる場所を用意してくれてるんだ。優しいな。俺らが舞台に立てるんすか？ねえ、びっくりだよね、鈴くん。もちろん主役だからね。泣こうがわめこうが新人公演がある5月30日には大勢の観客を前に舞台に立っている。よく口が回るな。5月30日？今日が4月5日だから2ヶ月もない。舞台の準備ってだいたい1年ぐらいかかんないかな。2ヶ月難しくないか。客層のほとんどは君たちを温かく見守る人々で占められているが、中にはもちろん厳しい眼差しを向ける者もいる。怖っ。なんでそんなハードル上げるん急に。雑誌の記者やプロの評論家、熱狂的なユニベールファンなどがそれだ。あ、じゃあ学校の公演じゃなくてもう外部の人が来るんや。怖っ。素人同然の君たちの目標は新人公演までに舞台上で歌って踊ってお話ができるようになること。はい。まずは僕が君たちのために脚本を作ろう。ひなでも舞台上で羽ばたけるような脚本をね。わあ、すごいな。文才もあるってことだよね、脚本作るってことは。配役は4月中に発表する。何か質問は？ないですなんか質問が何かも分かんなくなってきた。うん、大丈夫です。みんな急に具体的な日程を伝えられて戸惑ってるみたい。まあでも日程が決まってるなら頑張るしかないよね。はい、質問です。おお、鈴くん、やっちゃって。早かいの。名前覚えてあげて。新人公演に上級生の皆さんは出ないんですか？確かに。安心したまえ。僕はヒナの羽を散らすだけの舞台にするつもりはない。上級生も当然舞台に上がる。ああ、それはそれで緊張しそう。あくまで新人公演の主役は新1年生つうこと。なるほどね。俺たち上級生はお前たちのサポートに回る。でもこんな主役級の2人がサポートに回ったら絶対観客そっちに目がいっちゃうから演技力がめちゃくちゃいりそう。わからないことがあればその都度聞くがいい。どの先輩も親切丁寧に教えてくれることだろう。いい職場だ。嫌だけど。なんでそんなこと言うの先輩君。一部例外もいるがね、ムハ。ミッキーも2年になるんだから少しくらい後輩に優しくしたっていいのよ。2年生なんだ。ミッキー？ミッキーっていうのかい？校長先生が私以上に女性らしい人はいくらでもいるって言ってたけど本当だ。ねえ、めちゃくちゃ可愛いじゃん。白雪姫とかめちゃくちゃ似合いそう。お人形さんみたいに可愛い。本当やね。あの人、白田美月先輩だよ。歌が得意なんだって。そうなんだ。キサちゃんがいない時にネジ先輩が言ってた。あのちゃん付けやめてもらっていい？バレそうで怖いんですけど。そうなんだ。何見てんの？あ、いや、ごめんなさい。すみません。ごめんなさい。厳しい人がいた。他に質問ある子は？質問。あ、配役はどう決めるのか、どんな訓練をすればいいのか。はあ、まあ訓練は後ほど多分言われるだろうから、配役はどう決めるんだろう。配役はどう決めるんですか？僕の独断と偏見だ。あ、そうなんだ。じゃあちゃんと実力を見せなきゃいけないんだね、こっちに。レッスンでの様子や学内生活、普段の歩き方、話し方、体型、声、表情。そんな小言まで見てんの？すごいな、この人。マルチの才能があるね。ありとあらゆる要素を踏まえる。最後は直感だかね。元気だな。直感。僕の直感で原石を見つけるのさ。ああ、すごい。そういうプロデュースというかスカウト能力もあるんだ。どんな訓練をすればいいか全部聞けるんや。新人公演までにどんな練習をすればいいんでしょうか？まずは明日から始まるレッスンをしっかり受けることだね。はい。教科ごとに専門の先生たちが手取り足取り飴投げ鞭飛ばして教えてくれる。
怖いなシンプルに怖いんですけど。時には誰かと交流して自分にはないものを吸収するのもいいだろう。ほうほうほう。ユニベールでは自主性が求められる。しかし与えられた時間は有限だ。目標のためにどんなレッスンが必要なのか、誰と過ごすか、しっかり考えて行動したまえ。はい、了解しました。恋愛にうつつを抜かしてはいけないんだな。おう、ま、ないね。オッケー。今聞いた話で大丈夫そうだね。では組長兼もろもろからは以上。あとはお譲りしますよ、六郎氏。あ、六郎って誰だっけ。あ、担任だ。女って知ってるやつだ。あ、分かった。あ、クオーツ担当の江西六郎だ。おー、かっこいい。なんか見た目にそぐわないイケボー。ネジが説明した通りだな。俺からは特にない。そっか。いいよ、職務放棄。ネジくんはなんでそんな元気なんだい。大人があれこれ出しゃばるもんでもないだろう。ユニベールじゃな。そうだね。まあ確かに。担任の先生、私が女だってことも知ってるんだよね。明日から早速レッスンが始まる。新人公演までに必要な技術を身につけるようにな。では解散。うっす。そういえばキサちゃん、キサちゃんがいない間にみんなで自己紹介したんだよ。え、待っててよ呼び出されたんだから待っててよ。え、そうなの。今から改めて挨拶してきたらいいんじゃね。あ、そうだね、一人一人。うん、そうしよう。お、立花、挨拶は順調か。ユニベールはでけえから人探すのも大変だろう。え、もうそんな、教室からそんな一気にいなくなったん。教室で全部終わると思った。それにしてもすげえデザインだよな、クオーツ寮。水晶が飛び出てっぞ。有名な建築家がデザインしたらしいぜ。え、あれ水晶な。なんか太陽光パネルかと思ってた。え、水晶なんだ。量もすごいけど、ここからの景色もすげえぞ。まあ良さそう、景色。見てみろよ、玉坂市が一望できる。あ、ほんとやん、あれやろ。すごいね。ほんとだ。これからどんな毎日になるんだろうな、俺たち。緊張する？する。でも期待の方がでけえかな。新人公演でいい役取りたいし。堀巻くんはいい役がもらえそうだよ。鈴でいいぜ。あ、私ずっと鈴くんって言ってた鈴くんね。え、堀巻って長えだろ。みんなそう呼んでたし。改めてこれからよろしくな、橘。あ、まあキサでいいですよ、こっちも。なんか同じ4文字だから。うん、こちらこそ、鈴くん。わあ、いいな、友達じゃん。よしよし。キサちゃん、入って入って。二ほどき終わった？うん、だいたい。本はまだ並べてないけど。え、待って、これ一人一人に割り当てられた寮みたいなところな。なんか図書室かなんかかなと思った。え、めっちゃ広いやん。すご。しかもちゃんとデスクトップのパソコンがある。舞台に関わる本がたくさんある。もう勉強してるの？出遅れないようにね。試験に落ちたと思ってたくらいだから。そうだったんだ。ねえキサちゃん、どうしてユニベールに入れたのか聞いてもいい？わ、優しい。ちゃんと聞いてくれる。うん、それが実は。そっか、そんなことが。キサちゃん、あの月くんって。連絡は取れないけど、月にのことだからどこかで元気にやってると思うよ。その連絡が取れないっての怖いよね。そっか、そうだよね。うん、そうだ。どこに行ったんだろう、月に。協力するよ、キサちゃん。キサちゃんがユニベールで学校生活を送れるように。困ったことがあったら何でも言って。わあ、そうちゃんいい子だ。ありがとう、そうちゃん。それにしてもキサちゃんと一緒にまたお芝居ができるなんて嬉しいな。うわ、大変だと思うけど、キサちゃんがユニベールに来てくれてよかった。そうちゃん、めっちゃいい子や。一緒に頑張ろうね。うわ、眩しいんですけど、そうちゃん。
うわ、なんか人に恵まれてるな。あれ、歌声が聞こえる。やばい、ちょっと一旦ここで終わろうかな終わりどころが分かんない、面白すぎて。というわけで一旦ここで終わります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。茨でした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。